いろいろポージングが、よろしくお願いします。岩田です。よろしくお願いします。岩田です。あの兄弟でこういう場に立つっていうのはなかなかないの で、 そうです、ね、これ映画のイベントで、うん、なんかプライベートではよく会うんですけど、こうやって会うとなんか素がどんどん出そうでいいのか悪いのかですけども ね、 ね、はい、どんなご気分ですか。ちょっとね、うん、家の延長家の延長気分はね、そんな感じ。でもそれをまあ見られてる感じがちょっと恥ずかしい、そうです、ね、気恥ずかしい。プライベートを見られてる感がありますね。確かにそうなんです ね、 そうですね。お二人はちょうど 2年差ぐらいですもんね。そうだ、中1中3みたいな感じで一緒だったんですけど、うん、そういうことなんですね、はい、それが今こうやって一緒に立ってるのが不思議ですね。不思議や な、 なんかもう30代ですよ。もうね、31やろ。31ですよ。太陽33やん。33。うまいこと言うな。どういうことやねん。考えてたんやろ、それ。いや、今思いついた。今思いついた。今思いついた。じゃあ、太陽さんはやはりお兄さん側に共感しながらご覧になってました？そうですね。やっぱ兄の立場として見ましたね。ああ、そうなんですね。はい、兄ちゃんここ分かるわ、みたいな。ああ、そうなん。弟も、なんかもう、あの、代わりに借金返しに行くとことか弟には言うなよみたいな。ちょっと待って、僕は借金してませんけど、ね、してないけど な、 けど な、 なんかこう隠れてフォロー入れるとことか。あ、そうね、うん、上京してから2人でずっと暮らしてたので、うん、家で見ることとか多かったよ ね、 ね、多かった ね、 ね、もうだって 7,8 年一緒に住んでたんで、うん、結婚するギリギリまで一緒に住んでたんです、はい、そうですか、はい、じゃあもうね、本当に夫婦みたいな、ある意味ね、その時は夫婦生活でしたね。どっちが、ね、夫か妻か分からんけども、うん、だから今の関係性で言うと、うちの妻の弟になる、ね、だけど、のぞみの方が年が下なので、そうね、あの年下のお姉ちゃんっていうポジションなんですけど。そうですよね、はい、なんて呼んでらっしゃるんですか。そう、いや、ね、のんちゃん、普通にのんちゃん、あ、のんちゃんで、あ、そこはのんちゃんの、はい、ね、そうで、のぞみ の、 あのサルルっていうブランドのメンズモデルやってます。もうちょっとあの弟がシャシャリ出てるんですけど、ね、身内やからちょっと出てくれてみたいな。いいよ、置いてパシャーってやりに行ってます。そうです、メンズモデル代表で、はい、やって喧嘩ほとんどしたことないので。そうなんですよ。そう、そうなんですか。人生で2回2、3回、3回ぐらいです。逆にその2回が何なのかが気になりますけどね。2回はスーパーボールを投げたら目に当たって泣いたっていう。そうです。そんな喧嘩です。それが小学校、はい、そうだったんですね。もう1回は夜中にプロレス技かけられて泣いたっていう。それぐらいですね。可愛い喧嘩だったんですね。あとまあ物心ついてから1回喧嘩してるんですけど、はい、でもその時はそのお互いもこの仕事始めてたんで、ええ、その胸ぐらを掴むんですけど、それ以上何にもならないんですよ。そう、もうだからどうしていいか分からへんから、お互いの日頃のストレスとぶつけ合って、おやほらーってぐる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 って手も出されへんし、そうそう、これで終わった。職業がね、顔もね、傷つけられないですからね。そうですね。まあでもやっぱり元々兄貴の方がそのずっと先を走ってくれてるんで、ね、まあ、比べられるというか、僕は追いつきたい気持ちでいっぱいやなっていうぐらいな。当時音楽一方だったんで、うん、結構ガンとのところもあったんですよ、うん、で僕がウルトラマンやった後とかも、うん、ウルトラマンやりませんかってオファーしたんです、うん、断ったんですよ。お前みたいな。それ言う？え？それ言う？兄弟でウルトラマンやんのにお前断りやがったと思って俺は役者なんかやんねえよって言った翌年に仮面ライダーやりました。どういうことやねんって。まあその当時はその音楽しか やりたくなくてというか、その音楽でやっていけるという自分の自負があったんですけど、その翌年になるとちょっと気分が変わってまして、で、まあ、あの初めてのその役者のお仕事どうしますかって、やりますかっていう時にやりますって言ったら仮面ライダーのお話いただいて、まあ、映画の方だったんですけど、だからウルトラマンを断って仮面ライダーやったみたいになるやろ、そうやって。まあそういうことやってる。まあそういうことなんですまあでも結果でも兄弟ヒーローがあれじゃないんで、はい、うん、はい、どうですか、これから先お仕事面でもまだ共演一緒にというのもあるでしょうし、まあ、それぞれというのもあるでしょうか。はい、ね、やっていきたいお仕事とか。いや僕はもう幅広くいろいろやって、はい、芝居ももちろんですけども、でもお互いやっぱこうステップアップして、その芝居の中で出会えたらいいなっていうのは、基本、小さい頃からブラコンなんて周りからむっちゃ言われるぐらい、どんだけ弟好きなんて言われるぐらいの感じで愛してるんで、はい、どこぞ愛されてるんで、はい、あのでもやっぱりあれですね、そのだいぶ前に1回その役者で共演は一度だけさせてもらったことがあるんですけど、うん、2回かさせてもらってるんですけど、うん、なんかこうまあ、積み重ねてきて三条お互いに超えて、なんかもう一回どっかであのバチバチでやれたら嬉しいなと思います、ね、なんかその芝居で戦えたらなって、それが恩返しにもなるやろうし、はい、って思って。